皆さんはじめまして。今回からこちらのゲーム、ポケットモンスター、青バージョンを、プレイしていきます。よろしくお願いします。さて皆さんは、この初代において最強のタイプはご存知でしょうか？そう、エスパータイプですね。ほぼ抜群を突かれることはなく、攻撃面ではまともに受け切れるポケモンが存在しない、そんなタイプです。そんなエスパータイプに対して、唯一と言っていいレベルで、優位を取れるタイプが存在するのです。そう、虫タイプですね。というわけで今回は、虫タイプだけを使って、このゲームをクリアしたいと思いますので、よろしくお願いします。初代というゲームは、スピアー1匹でもクリアできるほどの難易度ではあるのですが、それはあくまでも、ほとんど縛りを設けない状態に限ります。というわけで今回は、いくつか縛りを設けてプレイしていきますよ。まず一つ目。このゲームに出現する虫ポケモンだけで、このゲームをクリアします。秘伝要因は手持ちに入れても良いこととしますが、戦闘には参加できません。この青バージョンには合計6種類の虫ポケモンが出現するということで、事務所総出でこのゲームをクリアする感じですね。そして二つ目。当たり前っちゃ当たり前の話なんですが、同じ種類のポケモンを複数体使用するのは、禁止とします。ストライク6匹やカイロス6匹というようなことはしないということですね。これは序盤にも適用されます。最初の方は半分ゾンビアタックになりますが、その辺はご愛嬌ということで。私もやれることはやるつもりですが、どうもならないこともありますからね。そして三つ目。一瞬ちらっと見えたかと思いますが、戦闘は、勝ち抜き方式で行います。相手はデリバードを繰り出そうとしている、入れ替えますか、みたいなやつのことですね。私はエスパーではないので未来が見えませんからね。当然禁止です。実際、複数匹の旅では勝ち抜き制を適用しないと、だいぶ難易度が落ちますからね。孫を呼んだことすら忘れるジジイの鏡。それはさておき、縛り内容の説明に戻りましょう。戦闘中の道具使用は、禁止とします。回復やドーピングアイテム、ポケモンの笛あたりは、使用禁止というわけですね。私は不思議種というポケモンが好きなので、最初に選ぶポケモンは、不思議種にしたいと思います。別に対はないですよ。縛り内容の説明に戻ります。まだいくつかあるので、早いところを終わらせないといけないですからね。5つ目の縛りです。相手を眠らせる行為は、禁止とします。眠り粉やキノコの奉仕による催眠は、一切禁止とします。難易度云々というより、これがあると私がプレイしていて、ガチで面白くないからですね。視聴者の皆さん的にもここは縛ってほしい部分だとは思うので、満場一致で催眠行為は、禁止とすべきですわな。お、ようやく出たか。最初の一匹目は、キャタピー、君に決めた。トキワの森に出現するポケモンとしては、キャタピーとビードルとなります。ビードルに関してはレベル3固定で出現するようですが、キャタピーは最大でレベル5が出現するということで、レベル5のキャタピーをゲットすることとします。出現ポケモンのレベルくらいは吟味しておかないと、後で痛い目を見るのは、自分自身ですからね。個体値厳選はせずとも、レベル厳選くらいはしておくべきでしょう。というわけでまずはキャタピー、ゲットです。キャタピーよ、お前は進化すると、容姿端麗な見た目となる。だからお前には、端麗と名付けることとする。よろしくな、端麗ちゃん。なんとなく、強そうに見えますね。たけし戦でのエースはお前になるから、よろしく頼むで。あ、そうそう、まだ縛りの説明が残ってるんでした。これは大した縛りではないんですが、レベル技で覚える剣の舞は、禁止とします。レベルで剣の舞を覚える連中は基本的に切り裂くも習得するということで、あんまり意味がないっちゃない縛り内容ではありますが、剣の舞が蔓延すると、何が起こるかわかりませんからね。選ばれし者のみが、剣の舞を習得できるようにすべきでしょう。すでに愛人器用の匂いが漏れ出てやがりますが、気づかないふりをしておきましょう。最後にもう一つ、野生ポケモンを倒しての経験値稼ぎは、禁止とします。ゾンビアタックが必要な場面もありますが、基本的には低レベルでいけるようにはしたいと思います。というわけで2体目の虫ポケモンは、ビードルですね。ビードルよ、お前にはこれからキャプテンシーを胸につけ、最強の座を歩んでいってもらう。だからお前には、最強と名付けることにする。よろしくな、最強。
正直序盤中の序盤、たけしを突破するくらいまでは、ビードルのままになろうかと思っています。いつもであれば最強ちゃん一匹でたけしなど粉砕、みたいな感じで生きり散らかしたりするんですが、今回は傷薬の使用も、禁止にしていますからね。そしてスピア一匹でたけしに挑んだ場合、19レベルくらいは必要になってくるということで、たけし突破までは、裏方に回ってもらうことにします。というわけで早速初戦闘、行ってみましょう。今回の旅において一番勝てそうな相手は、時はの森の一番奥にいる、虫捕り少年ですね。この虫捕り少年が使ってくるポケモンは、ビードルレベル9、一体となっています。他の虫捕り少年の方がレベルが低くはあるんですが、複数体虫ポケモンが存在しているということで、私の方が息切れすることになりそうなんですよね。レベル6くらいのポケモンを複数体しばくよりは、レベル9のポケモン一体をしばいた方が楽だろうという感じです。見ての通りで、割とこの勝負は、運命さえ絡み合えば、押し切れると思うんですよね。相手のビードルが使ってくる技は、毒針、糸を吐くの2択となっており、糸を吐くを永久にし続けてくれるのを祈れば、ノーダメージで勝つのも夢ではありません。ちなみに一つ豆知識として言っておくと、相手のビードルの糸を吐くは、こちらの素早さが6段階ダウンしたとしても、お構いなしに糸を吐いてきます。ですので、ガチで2分の1を引き続けられるご運があれば、勝ち切れるというわけですね。いいぞこれ。さすがは最強ちゃんや、自覚が違いますね。どうにか最強ちゃんで、HP を半分まで削っておきたいところです。それを成し遂げることができれば、たん素晴らしいぞ。やはり縄体を表す、相手の命中100の技を打ってこようが、最強ちゃんはかわすことができるのじゃ。私も詳しいことは知りませんが、初代は命中100の技を打ったとしても、256分の1の確率で、避けることができます。極論中の極論を言えば、256分の1を永久に引けるだけの運を持ち合わせていれば、どんな強敵にも勝てるゲーム性という感じです。とか言ってる間に、最強ちゃんがやられてしまいましたね。お疲れ様や。なんだかんだでレベル3のポケモンが、相手の L の文字のところまで削ってくれたということで、ようやっとると思います。はい。最強ちゃんはようやっとりましたが、さすがに丹霊ちゃんでは厳しかったか。この戦いが厳しい理由として、この時代の仕様として、虫ポケモンに対して毒技は、抜群をつくことができます。逆もまたしかりで、虫技を毒タイプのポケモンに打っても、抜群をつくことができます。今回の戦いでは敵から一方的に抜群をつかれる状態になっているということで、丹霊ちゃんにとっては不利な相手という感じです。さて、本番行ってみましょうかね。相手の手持ちはビードルレベル9、技構成は、毒針と糸を吐くとなっています。正直作戦もクソもなくて、相手が糸を吐くように祈る、相手の毒針を256分の1で避けられるように祈る、こちらの攻撃が急所に当たるように祈る、これしかありません。完全に勝負の命運は、私の祈祷力、そして相手の忖度力、これにかかっていると言っても過言ではないでしょう。素晴らしいぞ。相手の急所に当てつつ相手の毒針も避けるという、理想的なムーブではないか。相手に毒針を急所に当てても1ダメージしか通っていなかったように見えましたが、きっと内部的には2ダメージ通ったということにしておきましょう。その方が誰も傷つかないでしょうしね。さあ頑張るのだ丹霊ちゃん、やられていった最強ちゃんの思いを胸に、この勝負で我飛でも、勝ち切るのだー。硬すぎるっぴ。なんかこの試合、本番じゃないような気がしてきたわ。最強ちゃんも9の文字の端っこくらいまでしか削れていなかったですし、ダメージレースで押し切れるのか、微妙な気がします。とはいえ、最強ちゃんのところであまり糸を吐くをしてこなかったということは、丹霊ちゃんのところで糸を吐くを取っておいた可能性がありますからね。もはや藁にもすがる思いで勝てそうな理由を無理やりこじつけていくしかないのです。ガチでこの試合、急に行けるかもしれなくなってきたな。もはや毒針一発の被弾すら許されない中、忖度、いや、奇跡が起ころうとしています。シャーオラー。というわけで、
どうにか一人目の虫捕り少年に勝つことができました。よかったよかった。これで多少、戦闘が楽になるんじゃないでしょうか。2レベル上がってくれると思ってたら、1レベルしか上がらんかったわ。さて、今の状態でまともに勝てそうなトレーナーは、時はの森の虫捕り少年しかいないということで、そいつらを芝居ていきますよ。一応時はの左にライバルがいるのと、ニビシティのジムに1万光年さんがいるんですが、間違いなく今の状態では、勝ちきれないでしょうからね。時はの森でのレベル上げが先決でしょう。とか言ってる間に探偵ちゃんが7レベルになり、トランセルに進化です。これで耐久面に関しては、多少マシになってくれたんじゃないでしょうか。7レベルにして防御力14、まあまあ上出来なんじゃないでしょうか。多分ね。というわけで引き続き、倒せるトレーナーを倒していきますよ。仲間もこれ以上増やせない現状、トレーナーをしばくしかありません。さて、時はの森の虫捕り少年は全員しばいたんですが、正直まだレベルが足りていないと言わざるを得ません。今戦えるトレーナーはライバルと1万光年、そしてたけしさんしか存在していません。たけしさんなんかほぼ間違いなく無理でしょうし、1万光年の人も普通に強敵だということで、ライバルに挑んでいくしかないでしょう。現状ではあまりにも試合にならないということで、最強ちゃんに一度経験値を食わせて、レベルの底上げをしておきます。毒針のダメージが1ポイントから2ポイントに変わるだけでも、幾分違うでしょうしね。とにかくこのライバル戦は、ポッポに勝つことができません。殴ってくる時の火力が高いというよりは、砂かけを連打されるというのが、とにかく辛いです。この時代の命中率ダウンの威力は計り知れず、とにかく試合が成立しません。殴ってこられるのはもちろん厄介ではあるんですが、砂かけをされてしまう方がはるかにヤバいんですよね。というわけで長くなりましたがライバル戦、本番行ってみましょう。ライバルには今後負ける必要はないくらい、負けてしまったんじゃないでしょうか。ダイジェストとしてトランセルの鳴き声を永遠聞き続けていたと思いますが、あんまりダイジェストにふさわしい鳴き声じゃない気がしましたね。なんとなく機械音というか、気になった方もいるんじゃないでしょうか。さて、ライバルの手持ちは、ポッポと人影の、2体構成となっています。ポッポの技構成は、風起こしと砂かけの2つとなっています。この時代の風起こしはまだノーマルタイプ技ということで、抜群を疲れることはないんですが、砂かけによって命中率を、著しく下げられてしまいます。そこをどうにかかいくぐって、勝負をものにするしかありません。この戦いでは、一ターン目に伊藤白をしておくというのがポイントですね。何もしなければ、こちらのパーティーは全員上を取られてしまうのですが、素早さを一段階下げることによって、確実に上を取れるようになります。これが非常にでかいです。具体的な話をすると、探偵ちゃんが出てきた1ターン目に上を取れるというのが、大きい感じです。1ターン目だけは、砂かけによる命中率ダウンに怯える必要がないわけですからね。風起こし連打はガチで助かるわ。砂かけで命中率を下げられてしまうくらいなら、風起こしを被弾し続けてくれた方が、まだ人影戦で試合が成立しますからね。というわけで気づけば探偵ちゃんのレベルが、11になりました。この試合で勝ち切れば、無事探偵ちゃんは、バタフリーへと進化することができます。バタフリーにさえなれれば相当違ってくると思うので、もう少しの辛抱や。頼むぞ探偵ちゃん、この試合、是が非でも勝ち切ってくれー。この人影の技構成は、失格と鳴き声の、2つとなっています。こちらに忖度した結果なのか、まだ火の粉は覚えていません。それのおかげでどうにか試合になるという感じです。一応探偵ちゃんからのダメージはそれなりに出ていますし、ご自慢の物理耐久の高さによって、どうにか踏ん張ることができています。うんこの、鳴き声連打はこちらにとってありがたい状態ではあるんですが、体当たりで1ポイントしかダメージが通らないくらいまで攻撃を下げられてしまったというのは、よろしくないですね。急所が絡まないと、押し切れないかもしれません。素晴らしいぞ。欲しいところで出てくれるこの急所、たまらんわ。さあ探偵ちゃんよ、この勝負を勝ち切り、私たちの物語をスタートさせるのだー。やったぜ。
というわけで無事、ライバルに勝つことができました。よかったよかった。トランセルからバタフリーに進化することによって、ステータスが大きく成長してくれるので、世界が変わると言っていいでしょう。かわいい。なんだかんだ言ってバタフリーも、かわいいですね。進化によってステータスも成長し、あと1レベル上げれば念力を習得できるということで、もう少しの辛抱ですね。というわけで、1万光年につまずいている間に無事、丹霊ちゃんが念力を習得してくれました。これでだいぶ、状況が変わったと言っていいでしょう。この時点で特殊で攻めていける技を入手できるというのは、とにかくでかいですからね。この時点にしては物理耐久がかなり高めのサンド選手も、特殊技の念力で攻めてやれば、こんなもんですわ。非常に優秀な技を覚えてくれました。眠りごななどなくとも、この念力でしばらくは、戦っていけると思います。というわけで1万光年にも、勝利を収めることができました。今回のパートはたけしさんまで縛いて、終わりにしておくことにしますかね。正直負ける要素がないので、サクッと始末してやろうではないか。おっと、たけしさんに挑む前に最強ちゃんが7レベルになり、国運に進化です。相変わらず初代の国運って、目がいかついですよね。目が真っ黒というのが、印象を悪くする理由な気がします。目がクリッとしていれば、普通に可愛いデザインだと思うんですよね。というわけで本日ラスト、たけしさんに挑んでいきますか。最強ちゃんでたけしに勝利するというのは相当至難の技ですが、丹霊ちゃんであれば、相性は悪くないですからね。特段苦戦もなく、勝ちきれるんじゃないでしょうか。というわけで、たけし戦です。たけしが使ってくるポケモンは、異質ブテトイワークの、2体構成となっています。レベル的にはほぼ互角、なんなら相手の方が上ではありますが、それが負けに直結するということはないでしょう。相手の初手は、異質ブテです。なんかこの異質ブテ、親指を立てていて、なかなか秀逸なグラフィックな気がします。まあそれはいいや。異質ブテの技構成は、体当たりと丸くなるの。二つとなっています。岩技を搭載しているわけでもないということで、丹霊ちゃんが4倍弱点を突かれてしまうということはありません。ですので強気に振る舞って、念力を打っていくことで、処理することができます。二体目は、これまたみんな大好きイワークさんですね。技構成は、体当たり、嫌な音、我慢の3つとなっており、異質ブテと同様、岩技は搭載していません。ですので何一つビビる要素はないという感じです。本当にこの試合、何一つ苦戦する要素がなかったですね。物理技しかない状態で挑むと非常に苦しい相手ではあるんですが、特殊技で殴っていくことさえできれば、こんなもんですわな。というわけでガチで何事もなく、たけしさん突破です。よかったよかった。これでようやく、先に進むことができます。もうすぐ最強ちゃんも最終形態になれるということで、この先はガチで無敗のまま、クリアできるに違いないですね。というわけで霧もいいですし時間もいい感じということで、今回はここまでにしておきましょうかね。ご視聴ありがとうございました。